皆さんこんにちは、動画実況主のシンクと申します。本日も動物の森やっていきましょう。よし、行っていきましょう。はーい。ってことで小槌の時間ですね。って言っても本当はね、なんだっけ、元じゃないわ。元かな、あれは。そっちの方が欲しかったんですけれども、ちょっとね、寝てる間とかで出会わなかったですね。残念。はい。お正月の元。これで多分溜まったかな、まだかな。まあ大してね、そんな、なんていうの、ずっとできるような状況下でも最近ないので、まあ、まだらっちゃまだらなんですけどもね。ですね、ここ。あ、まだだ。あと7個。ってことは、これおしゃべりしに行ったら終わるんじゃない？じゃあ、それ終わって今日は終わろうかな。そう、なんかね、こういう風にね、一日の目的をね、決めないとね、どういう感じで終わらせていいのか分かんなくなっちゃうんでね。あ、いますね。毎日ね、何をどうしようかな、みたいなね。どうやったらね、楽しい、見ていただける。分かんない。分かんない。まだマシな動画になるのかなと思いながら。まあまあ、でも、このイベント終わったら多分、動物の森は終わろうかなと思ってるんですけどね。見てても楽しくないと思うんでね。で、なんか大きなイベントがあったりとか、なんかね、たまに報告レベルに、ね、久々に動画アップぐらいの感覚にしようかななんてのを今、思ってたり、思わなかったり、で、舞台実はね、つい2時間ほど前に起きたばかりなんですよね。ちょこ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 目は覚ましてるんですけど、真面目に起き出したのは2時間ほど前ですかね。起きて、洗濯物して、朝ごはん食べて洗濯物して、まあ今に至るって感じなんですけど、そろそろね、ちゃんと朝早くから起きないと。朝早く起きて、みんなが出かけてから寝るのは全然構わないので、ちゃんと起きないとねと思ってます。朝苦手なんですよね。朝、あったラッキー、早い。お、センベルだ。朝苦手ですし、夜起きられるし、今寒いし、なかなかさ、すっと起きれないですね。もうね、朝が強い人っていいなーって私すごく思ってます。羨ましいなーって。すごく朝弱いんですよね。なんか、すぐ寝れる人、すぐ起きれる人が羨ましいですね。個人的には。すぐ寝れないし、すぐ起きれないし、立ち悪いやつね。なんか、この話したっけな？なんかどんな話をしだしたかもあんまり覚えてないんですけど、朝、すっと起きれるよって人とか、あとね、すぐ、特にね、すぐ寝れる人が羨ましい。布団入って、ものの数分で寝れる人いるじゃないですか。あれが羨ましいですね。私、それできないんですよ。今はパソコンの前のリビングで寝てるんですけど、夜泣きがあるんで、どうしても。お姉ちゃんとか旦那は、ね、朝起きないといけないんで、あんまり迷惑ならないようにと思って、こっちでずっと寝てるんですけど。別に今の期間はね、寝室で寝てもいいんですけど、まあ、かわいそうかなと思って、夜泣きね、ぐずぐず言ってたら、かわいそうかなと思って、ずっとこっちで寝てるんですけど、それでも寝室に行くとき、P
ピークに眠たくなってから寝室に行くようにしてた。てか、なんか、あ、眠たいや、寝ようと思ってフラッと行っても、軽く2時間ぐらい布団の中で起きてるとかザラで、携帯とか触ってるからじゃないのって言われることもあるんですけど、携帯触ってようが触ってまいが関係ないんですよね、ああいう時ってね。触ってなくて、普通に1時間とか、ね、目つむってても起きてるとか。結局寝れないみたいなねで。どん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 寝れなくてイライラしてくるって。早寝たいねんけどなみたいな。あれね、どうにかならないですかね。誰だっけ？グラさんだっけ？ちゃっとサンデーだった。残念。すっと寝れる人が羨ましいです。なんかそういう、なんかないですかね。すっと寝れる方法、誰か教えてください。本当に娘も旦那もなんか布団に入ったらすぐ寝るぐらいのレベルで寝ちゃうんで、どうやって寝てんだろうとか。私の母親とかもすぐ寝ちゃうんですよね。ゆっちゃんは何すぐ寝てんのかなって。難しい、すぐ寝るって難しいすぐ寝ることに対して難しいってあるのかな、わかんない。困ってますね、だからね。よしよし。ここ行って、サンゴかなんかでって言ってなかったっけ？違ったっけな。違う、巻貝か。巻貝だ。するものあるっけな。特にないか。ザクザクザク。イエローパーチかな、大きさ的に。でっけえね、このイエローパーチ。でっかいイエローパーチがいっぱいいるね。みたいないる。どうぞ。あとちょっと、あと3つ。よしよし。例えばもうすぐお昼ご飯を作らないと。私が起きた時間が遅いからお昼ご飯を作らないとっていう感覚がおかしくなるね。お昼ご飯を作らないとね。お腹減った虫が来る。お腹減った、ママお腹減ったって来る。お、やった、250個貯まりましたね。よしよし。あ、違うな、これ。おいかわだな、多分。あ、違う。これはブラックバスかな？フナが欲しいんですけども、いないね。フナがいないね。まあまあ、とりあえずあ、違った、いける。あ、なるほどね。とりあえずまあ、たまったので作っちゃいましょう。サクッとささっと
ささっとサクッと作っちゃいましょう。よし。やっと。やっと終わった。あとはね、追加でプラスアルファ。今年じゃない。今回なんか作りたいのあるかな？追加で作りたいもの。おみかんぐらい？おみかんさんと、このピンクのこたつが可愛いですね。この二つを追加で作れそうなら作りましょうかね。って感じで。今回はこの辺で終わりでと思います。ミッション達成したんで。明日もね、何か、明日には多分部屋に屏風が飾れるかなと思っておりますので、明日、屏風をね、明日飾りましょう。てなことで、この辺で今日も終わっていきたいと思います。お昼ご飯だ。お昼ご飯だ。魚のバーベキュー、美味しそうですね。ではでは、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。